やっぱり手手同士をね握り合うっていうことは腕を組むっていうことよりもこう触れ合ってるんですよ近いんですよ近いかい近いだろ近いかい近いですよどの辺が近いんじゃないだって時だもん夏は違うけど夏は腕はって時だけどそうだねうんで君今自分の不利になること言ったの違うでもね絡めると繋ぐってのは違うんですよ繋ぐ方は こう、思いも繋ぎ止められる的なうんうんうん。なるほどね。と思うわけですよ。へえ。でも、やはりですね、腕を組むっていうのは、うん。ま、まずですね、第一に、もう、やっぱり、密着する度合いが違いますよね。やっぱり好きだからこそっていうふうなその密着度合いが違うし、動きにくい。動きにくくないよ、全然。手繋いでると、手繋いでると、あの、こう、速度調整とか、あの、違うよ、誘導ができるわけですよ。関係ない、関係ない。 普通に、だから腕組んでても同じ歩幅で歩けばいいだけの話。違う違う。それをね、二人で歩く速さが違うから。ああいう、だからその歩く速さを速い方が、だからちょっと遊びがあった方がいいんですよ。別にそんなちょっと遊びとか。ブレーキもそうでしょもう別にいくらでもできる。腕組んでる。何も。本当に。遊べるよ。えいくらでも遊べるよって、腕組んでても。遊べないよ。なんかもう、こう、そっからこう、思いっきり抱えるとかね。手にはね。うん。それないよ。手にはね、いろんな種類の握り方があるわけですよ。 普通にこう、友達同士で繋ぐような手の繋ぎ方があれば、こう指同士を絡め合い、うん。<laughs> でも、そこからですよ。うん、ま、いろいろあるかもしんないけど、そこからさ、なんていうのかな。さらに近づくのって結構難しいよね。例えばさ、初めてのデート、付き合って初めてのデートの時に手を繋ぎました。はいはい、そこからこう近づいていくとかってさ、なんかこう、もたれかかるとかそういうの難しいよね。でも腕を組んでいた場合にはでちょっと待ってください。はい。最初のデートでいきなり腕は組まないと思います。わかんないよ。 そんな大人の人は知りませんよそんな、ねね、で、友達同士でとかさ、片方がどっちかがリードしてくれればとかさ、そういうのがあるかもしんないじゃんだ女の子に負担がかかるんだよ、手を、あの、腕を、あれでは。それ別に嫌だったら嫌で別にいいよって言えばいいじゃん。じゃあ手繋いだ方が両方とも、いや、うん、繋がってでもそういうふうに言う女性はいるのかな。だから手を繋ごうって言うんだ。だから別に腕組むでいいじゃない腕組んでたらもっと腕、腕組密になれるよ。 それはやろう腕組んでたら小学生レベルのお付き合いしかできないかもしんないよ腕組んでたらたつないでたら手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 つないでたら違いますよ外ではそんなにベタベタしなくていいんです外では、こう、軽いフランクな、楽しい感じで。でも座ってた。家でイチャイチャすんだよ座ってて手つぐか腕つなだよバカってなつ。小学生かお前こそれこそ小学生かお前 何してんのお前さ俺のこと好きなのあれお前香水とかつけんだなんか意外ああシャンプーか何それ燃えるな 《俺と付き合ってください》